だるま山から望む西伊豆スカイラインと円形の富士山。だるま山頂上から望む南側の山峡付近を通る西伊豆スカイライン。西伊豆スカイラインとは、静岡県伊豆市の戸田峠から、だるま山、河南山を通り戸井峠を結ぶ西伊豆の両線上を走る延長約 10.8km の道路である。静岡県道18号主前寺戸田線の戸田峠から南へ向かい、 国道136号のトイ峠まで西伊豆の山陵を走る伊豆半島を代表する山岳観光道路の一つ。富士山と駿河湾を望む景観の良いワインディングロードで高原の稜線上を通るため見晴らしも良くドライブツーリングコースとしても名高い。かつては有料道路であったが静岡県に優勝状とされ無料化された現在は 静岡県道127号船、現日の浦高原線の一部区間として扱われている。途中数箇所に駐車場が備えられており、その中の一つからはだるま山への登山道もある。全線に車線。路面状況は良好で、適度なアップダウンとカーブがあり、伊豆スカイラインと比べて交通量の非常に少ない階層路となっている。終点のトイ峠は、 国道136号の取り付け道路で終わるが、ここを道なりにそのまま過ぎると、静岡県道411号再店長、高原線につながり西名峠まで快適なワインディングロードが続く。有料道路時代の料金書は、トイ峠付近に設けられていた。ここに記述しているものは、無料開放される直前の通行料金である。 2004年7月の無料開放後の現在は、以下の料金は発生しない。道路線形はバリエーションに富んだカーブとアップダウンが続く。ルート中盤の沿線は高い木々や土手が少なく、熊笹や筒子などの低木で覆われており、標高900メートルの尾根沿いを走るため富士山の北下する川湾や相模灘を一望できるロケーションを楽しめる。さらに天候に恵まれれば、 南アルプスの山並みも遠望できる。道路沿いにダルマ山やガラン山があり、ガラン山の近くの太平洋展望台では、富士山を展望することができる。ありがとうございます。